クーさんの毛が砂漠のあれみたいになっている。クーさんおいで。あら、ココちゃんが来た。ココアラミ、あくさすぎる話である。クーさん野生化しちゃったんじゃないの、そろそろ。クーさん肛門腺脂肪しないと。本当にね、クーさんさ、可愛いのはいいんだけど、立ってる方がきつい。立ってる方がきつくなっちゃったの。なんかずっと同じ体勢とかさ、座ってるにしても立ってるにしても、なんか温める、冷たい気持ちなの。ずっしりって感じだもんね。プーまで休憩するから。お水飲んだ、ちゃんと。うん、あんま飲んでないよ。飲んでなかった。飲んだよね。飲んでなかった。私に飲んで終わった。いいよ、うん、温めてくれ。クレアが多分重すぎるから、セーターの腰がね、ダメだって。クーさんもダイエットしなきゃね。昨日から始まったけど。うん、今日でも2日目じゃないね。いや、昨日の夜になんか始まりそうな感じになって、今日が多分1日目。セーター1日目の方がきつい。かわいそうね。ずっと寝ていたし。なんか食べたいもんね。ケルティとか食べたい。ブルーベリーの飲めヨーグルトは美味しいわね。でもせっちゃんあんま食べてないやろ、今日カレーしか食べてない。カレー食べてよ。カレーはちゃんと食べた。ココさんどう、せっちゃんの調子。あんまいいね。クレアもわかるよ。クレちゃんもわかる。うん、そこにいるわけよ。2人ともそばにいてくれたんだ。ありがとう。君たちがいればね、安心だよ。安心だもんね。うん、行こうかな。いいよ、俺が行ってくる。食べよ。せっちゃんはベッドで安心してない。いいよ、いいよ、歩かんか。ココさんと行ってくる。ココさんは和を持ってるから。何がいいじゃん。ヨーグルトと、ブルーベリーヨーグルトと、サケルチーズと、ウッチャンセレクト。ウッチャンセレクト、やだね、かわいそうに。今日、俺一人で出ようか。大丈夫か。ウッチャン、何度も痛い。何度も痛かったよ。緊張するのないの。生理の時はね。うん。雪の国の人みたい。座ってる方が楽なの。うん、なんかいろんな時がある。考えとけ。嫉妬してる。なんかさ、クーさんってこうしたくなるんだよ。くちゃくちゃにしたくなる。なんかあったかいものが食べたい。あったかいものが食べたいの。生姜のスープとか、せーちゃんが好きなユッケジャンスープとか。え、買ってくるよ。じゃあ、いらないで。トバにいる方がお薬になるやん。うん、でも食べたい。でも食べたいよね。私も。何してんの、クーさん。ねえ、こんな。お手上げなの。どこよりさ、クリアと同じ目線になってみたい。うん、ココさんは元気そうだね、今日。ココさんもさ、クーさんもさ、経験者だよね。クリアたちはよくわかるって。ねえ、でもきついのかな。きついんじゃないの。きついんだったらかわいそう。女の子は大変やからね。じゃあ今からクシちゃんに好きなものを買ってくるから、で、守っていてください。ちょっと値段もいいんじゃないの。女の子は嫌だね。1ヶ月に1回も、そんなに大変だ。仕事してる時とかだったらさ、本当にさ、かわいそうだよ。そういう休暇作ればいいね。なんかどうしたらいいかわからない。どうしてるのが一番楽なの。わからない。わからないの。うん、お腹よりさ、腰派ないよね。マッサージしたら良くなる。でもさ、やっぱ鉄分が不足しちゃうとさ、倒れちゃうじゃない。うん、せいちゃんも多分普段からあんまり鉄分取れてないからさ、きつくなりやすいんじゃないかな。女の子って必要やろ、鉄分が。お腹は別に空いてない。お腹空いてるのか空いてないのかも分からない。分からないことだらけだね。喉乾いた。喉乾いた。うん、飲むか。ちょっとでいい。いや、いっぱい飲みなさい。ちょっとがいい。ちょっとがいいの。飲めるか。今は暑いから飲める。ありがとう。いいえ。さけるチーズが食べたい。だからさ、それを買いに行ってこようかという話をしていたでしょ。買いに行ってくれるの。いいよ。せーちゃんのために。せーちゃんのために。俺もでもお腹すいたからちょっとなんか買ってこようかな。何？行くってなると嫌なの。行く
効果。うんうん、辛くていい。いけないじゃないか。ギューしていって。うん、ギューしていって。ちーちゃんはじゃあ一時停止するね。ピッ。よし。ピッ。はっ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 。行ってきます。クイちゃんも行っちゃうんだって。行ってきまーす。今、買いに行ってくれてるので帰ってくるからまた回したいと思います。チーズスモークとさ、うん、唐辛子どっちがいい？どっちも買ってきてくれたの？いや、一つは俺が食べる。あ、そういうこと。一緒に食べたいなと思いまして。そうだね、そうだね。でもやっぱ体を冷やしちゃいけないからアイスは買わなかった。これはしっかり食べなさい、しゅうちゃん。前回も食べなかったから。ひじきがね、でも一番いいんだって。調べたけどひじきしか出てこなかった。あんまり好きではない。ていちゃんの大好きな梅を買ってきて。ありがとう。ひじきは今日のロマンで一緒に食べましょうね。わかった、わかった。どっちも注目。ありがとう。あとね、ブロッコリーも買ってきたんだ。ブロッコリーっていいの？ブロッコリーもいいの。だから今日のカレーに入れてスープ、あ、コンソメ感忘れた。キューチーって本当に美味しいと思う。うまい。おいしい。座ってでも寝てても腰が痛い。心配でしょうがないから。これで電車とか最悪だよ。そうだから嫌なの。せいちゃんと電車乗ってせいなのにマジ最悪っていう分を見たくない。怒るもんね。かわいそうでしょうがない。フィジク食べるってさ。フィジク好きじゃないの、あんまり。大豆もいいんだって。だから納豆とか食べた方がいいし、生理の時は。梅よりも、梅は書いてなかった、一つも。でも梅も鉄分入ってると思うよ、多分。でも梅よりも大豆って書いてあった。調べたの？うん。ギューして毎日食っていいよ、避けちゃう。毎日はなるほど。避けちゃうんですよ。いいの、避けるから。みーちゃんの顔見てると治る。治る？うん。お薬？腰痛い。横になっといた方がいいよ、やっぱりね。腰痛いから横になるね。うん、うまい、しかけて。おい、温めて。温めるよ。うん、俺体温あったかいからね。寂しかった、今日。寂しかった？俺も寂しかった。でもすぐ帰ってきた。うん、ありがとう。体冷やしちゃダメなんだってよ、やっぱり。冷えちゃうんですよ。温めとくになると、これを巻いたまま家の中歩きます。今日はずっとうちゃんを見てたんだよ。何だよ。今も見てるよ。怖いよ、そんな言い方だと。ずっと見てるよ。うん。写真を見返してってこと？みんなも見てるよ。これ、ここもね。うん。みんな見てるんだよ。あいつらを見てごらん。今日はせいちゃんが生理できついときにせいちゃんがどんな反応をするかっていうモニタリングをしていました。ごめんなさい。うん、きつい。ちょっと本当にきつい、ね、ちょっときついけど、そんなに大丈夫です。薬飲んだから。とってもいい彼氏でした。こんなにいい彼氏だったかな。うん、大丈夫？うん、本当？なんか普通のことしかしてないと思うけど。ありがとうございました。はい、今日は彼女が生理でとてもきつい思いをしている時に彼氏はどんな反応をしてくれるかっていうモニタリングでした。確かにちょっときついけど、うん、お薬を飲んでそんなには大丈夫です。ほんと？でもせいちゃんはいつも1日目がきついから、うん、なんか本当に本当にきついだろうなと思ってたというか、うん、まあきつそうだなって思ったから。買い物にも行ってくれたし、食べたいっていうものもくれたし、とっても優しかったです。普通のことしかしてないよ。でもそれが素晴らしいことだよ。そうかな、うん、大丈夫？ありがとう。いいね、うん、というわけで皆さんもとっても素敵なうちゃんだなと思ってくれた方は、うん、グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。それでは、パンティー。ありがとうね、本当に。お水持ってきてくれたりや、持ってくれたりや、温めてくれたりや、そば、うん、にいてくれてありがとう。